パンラボの池田です。フランス帰りの新進気鋭が11月2日横浜に新店をオープン。これがフランスパン最新系ホリデー。今回訪ねるのは横浜市の戸塚です。横須賀線も湘南新宿ラインも止まる便利ステーション。京城改札を出て西口を出ると駅ビルがあります。トツカーナ。この中を通り抜けていきます。通り抜けるとそこはペデストリアンデッキになっている。商業施設とかいっぱいあってなかなかのビッグシティじゃないか。駅前広場を横断してこの交差点、この道を3分ぐらい歩いたところだ。目印は店の前に立っているシェフのお父さんです。ホリデー。え？ホリデーって休みか？安心してください、やってますよ。登ってみよう、入ってみよう。失礼します。正面に木のカウンターがあって窓際にも棚がある。パンを見てみよう。ローデブ、ノアレザン、パンオノワ、パンドミ、カヌレ、ベーコンエピ、クロックムッシュ、パンオフロマージュ、クグロフ。カウンターの方、ブレッサンヌ、クリームパン、クロワッサン、チョコパン、リンゴのクイニーヤマ、パンオレザン。お会計場所があり、クグロフ、ホットドッグ、タルティーヌ、バゲット。堀正弘シェフ、フランス帰りの新進気鋭。1年間フランスのリヨンでワーキングホリデーで、ちょっと働かせてもらって、でその後すぐパリの伐採のエルノベションの、立ち上げからシェフをやらせていただいて、フランスで学んできたことの中でもやっぱりなんかパンオレバン、イーストを使わないんでパンを作るっていうのも、そこがなんか自分の強みかなと思って、材料も粉水、塩だけで作る、すごいシンプルなパンなんですけど、カンパーニュの生地を使ったノアレザン、イーストなしでなんて丸々と膨らませているんだ。深呼吸する。甘い乳酸的な香りあふれる。皮が薄くて食べやすい。それでいてくるみと響き合って香ばしい。中身は口どけよく、レーズンと相まってジューシーだ。なるべくその酸っぱいっていう酸味を出さないように、一応乳酸を主に出すようにちょっと温度とかをいろいろ調節してます。乳酸のヨーグルトのような、まあ、まろやかな酸味を目指して、そうですね、パンを作ってます。バゲット、バリッバリ、しっかりと固く割れっぷりが小気味よ。さすがフランス産小麦だ。深々とした香ばしさの中にイカせんべい的なやみつき成分が食い込んでくる。中身プニュー、塩気が連れてくる麦の旨みがしみじみと喉へと燃え広がっていく。やばい、意外だ。ノアレザンもバゲットも皮が薄くて食べやすい。だがこれこそフランスなのだという。フランスって長いですね。割と結構しっかり回して、はい、皮薄くしないと結構美味しいっていうバゲットにならない。バリッとしてて熱いっていうイメージだけはあるんですけど、それは結構逆ってことですか？逆でしたね。フランス行ってすごいそこはびっくりしましたし、なかなか最初それ受け入れるのが難しかったです。フランスについて、あ、そんなに回さない方がいいんじゃないかって、ずっと日本の常識ではそういう感じだったんですけど、フランスについてみて、まあ、そのシェフたちに食べてもらったら全然美味しくない。山大国で発掘された豪華？違う、リンゴのクイニーヤマンだ。シュガーコーティング、キラキラ輝いている。ガリッガリだ。ガラスを噛むごとく。クロワッサンはか弱くパリパリ、中からリンゴ出現、チュルン、ゼリーのようにとろりと口の中に入ってくる快感。リンゴの酸味と発酵バターの甘い香りが溶け合う。
このパンのアイデア、クイニーアマンの本場フランスブルターニュで見た風景がヒントになっている。友人でブルターニュに住んでる、あの実家がある友達の家に行った時とかに、まあ、リンゴの木が普通に庭にあったりとかして、まあ、そういうなんか風景みたいとか、やっぱりブルターニュはブルターニュでバターとか塩が美味しい地域なので、なるべくそれを出せるように。フランスの方がやっぱ濃いですよね、味が。濃いです。なんか乳の臭さ、いい意味で乳の臭さみたいなのがあるんですけど、まあ、それを出したいなって思って、脱脂濃縮乳、まあ、高梨さんもちょっと入れて、まあ、すごい味が出るようになって。フランス時代お菓子も作っていた堀さんによるカヌレ、なんだこのコントラストは。飴を噛むみたいにめっちゃめちゃカリッカリなのに、中プニュー、ひんやりとしてジュースがあふれ出すようなしっとり感、カラメルの濃い香り、あふれ出す洋酒の香りと卵、やられた。外側と中側の食感の違いっていうか、そのコントラストをちゃんと出さないと、そうですね、美味しさがないなっていうのを感じてます。フランス産小麦を使い、見てきたばかりの最新のフランスを表現する。まあ、自分のお店のホリデーのロゴにもあるように、そのカンパーニュを、まあ、この戸塚の街で広めていきたいなと思ってやっております。戸塚の街の人たちがみんなホリデーのカンパーニュをかじりながら歩く日が来ることを祈っています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。